チャヨラジオですので今日もやっていくんですけど、今日はね、50位から49位ですね、世界49位から生マルチしていきたいと思います。ということでいきましょう。デッキ確認よいしょって感じでね、最近はねあんまりペッカとか使ってないんですけど、あなんかねやっぱねちょっとねマルチで使うにはねやっぱちょっと弱いですね。マルチで使うぐらいにはならないかなっていうね、まあ、また新しいデッキが生まれたらね、もしかしたらね強いかもしれないんですけど、毎シーズンね言うても結局ペッカ強かったんで、なんですけど今シーズンはねちょっとねなんかペッカとかきついデッキってあのねクロスボウとかそういうなんだろう迫撃とか本気出したらイモれるみたいな、そういうデッキがね結構きついんですよ。言ったらディガーとかもないから確実にダメージ与えれるカードがね端前を渡ることしかできないんで、その建物とかをね敵陣に置かれたらめっちゃ取る上来た。ハビス4って確かねエリゴレだった気がしますね。よろしく。なんでエリゴレにはネクネクが入ってるのでポイウッドが必要なんですね。ネクネクをダクネを溶かすにはポイウッドが必要なんで、とりあえず血合いをしていって、トリトンとかもね自陣に引っ張りながら、本当はダクネが欲しいんですけどね。よいしょ。確かまあこんな感じで適当に過ごして、はいはいはい、でもう一回、ジャイダクネが作れるんでね、オッケーオッケー、これで一体だけ後ろに釣って、オッケーオッケー、こんな感じでね。あこれあれだわ、来るわ、これトリトンが来る。トリトンじゃねえ、エリゴレですね。なんでよいしょ、いやーきついなーこれ、いやーだーこれきつすぎだろマジで、いやー最悪ですねこれマジで、きつい、うーわ一歩おられた、これでおられるかんなーマジで、いやーだりーなー本当に。ザップとか打たなければよかったな、カウンターできたしその分。よいしょ。でこれで、トリトンで多分ね、あーもう起動しないでちゃっちゃ引っ張っちゃう感じか、それだるいなちょっと。よいしょって感じでギガを殴るんかな。いやーなるほどね、ダクネはこっち側にあったからジャイこっち側にやってトリトン出したらダクネ引っ張られる仕様にすればねよかったけど、真ん中にジャイ出して引っ張られやすいようになっちゃったな、ちょっともったいなかったですね今の。なんでネクマンを出していき、これに対して何を合わせるかですよね相手は。ここはポイズンですね、無難に。まあ相手はポイズン待ちのだと思うんですけど、まあ相手がポイズンも打ってきたんで、ここはダクネ合わせていきます。よいしょ。で、はいはいはい、ほんでもって、あこれ結構いい感じですね、結構いい感じで、これ打って打って多分ここポイズンでいけるんで、ポイ打って、はい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 、これ結構いい感じですね。これジャイ、あーまあそうですよね、あーこら辺からダクネで合わせればよかった、次の、うわーもったいないこのディガ、次のジャイでワンパンすればよかった、うわーもったいないな、これしかも端前でよかったし、うわーもったいない、もったいないよ、オンパレードだマジで最悪だわーこれ、うわー最悪だわマジで、はーもったいない、いやワンチャンあったな最後、流れ良かったもんな正直。ネクネクポイズン、ネクネクをねポイズンでまとめて処理とかできてたんで、ちょっとワンチャンあったんですけどね今。うわもったいね、逆サイジャイダクネとかでよかったな正直、ポイズン使わせたしなあそこ、うわーもったいねえなー、くっそ、まあ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 、うわーくっそ悔しい、まあまあまあ仕方ないでしょう、いやーもったいね、しかもねにしてもね、やっぱね、折り逃げできるのがずるいね。本当にさ、なんかポイズン使ったら、もうエリゴレでワンパンしてくるから、あいつら。もうね、普通だったら、もうアイゴレぐらいの感覚でエリゴレつけるからね。あー、またイガーだ。イガー、この人、迫撃っすね。迫撃イガー。とりあえず、よろしく。まあ、ディガーとかを飛ばしてくると思うんで、あ、はいはい、そういう感じね。よいしょ。まあ、ちょっと離れる頃にね、迫撃の範囲で持ってかれたらね、ちょっと面白くないんで。よいしょ。これでトリトンで引っ張れるかな。
オッケー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 、成功成功。なー、頼む頼むよ、ダクネちゃん頼むよ、ダクネちゃーん、なー頼む、一発ニャスニャス、あーくそ、うわうわ、これティガー飛ばせば熱かった、激熱だった、もったいねえ。まあ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 、折れてたまであるな正直。まあでもコウモリとかもあるんでね、うん、言ってしまったら。なんでこういう時はケツダクネから展開ですね。ケツマクロ、あ、マクロじゃねえ、ネクロケツマクロってなんか汚ねえよ。とりあえずこんな感じでいって、吹き矢とかがね多分来ると思うんで、吹き矢に速攻、ギャング使ったばっかなんで、相手はガゴムレが来るかなワンチャン。あ、吹き矢にディガーってますねこれは。いやー、きちー、マジか、やべえ、これあれだわ、やべえ、これディガー来て終わる、ディガーを即処理しないと。うわー、あ、でもこれギリ抑えられるな、普通に。トリトンが強すぎるおかげで、ギリ間に合うな。あと、ディガー逆サイとかにもね、飛んでってるから。ああ、全然ダメじゃない。おいし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 。で、これね、一番下動きが、ネクロだと、今みたいにね、タルババとか、特にね、迫撃の影響を受けやすいんですよ。で、相手、あのスペルがね、ユキタルなんで、ネクロが全く刺さらないんで、ケツダクネをして、それでジャイで受けて逆サイに形を作るっていうのをね、やりたいですね。相手、大型スペルないんで、後ろからネクネクを切りやすいんで、ちょっと。はいって感じで、ジャイをね、つけていってね。やべ、もうちょい離した方がよかったかな、正直。どうなんだろう。よいしょ。で、これ、あいつが一番厄介なんで。で、ここにはザップを使わずに、ここですね。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。オッケー。OK です、OK 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 です。はい、もう相手諦めてね、雪玉飛ばしてきましたね。よく諦めるな、マジで。最近、なんか、ラットとイガーが当たってる時も、あ、諦めてたし、俺と前回当たった時もね、すぐ諦めてきたんですよね。おいしいおいしいおいしい。ありがとう、諦めてくれて。まあでもね、この人がね、チームリキッドのね、プロになるって言ってたんですけど、結構すぐ諦めるなっていう印象がありますね。うまいんですけどね、めちゃくちゃ。何回もグロ1位とか取ってて、うまいんですけどね。まあなんか、諦めんどうなのっていう感じはありますかね。まあまあまあ、どうでもいいでしょう。他の人なんで、他人なんでどうでもいいですね。とりあえずどんどん行きたいと思います。よいしょー。今何位だろう。今、44位。オッケーオッケーオッケー。なるほどなるほど。いやー、エリゴレはね、勝ちたいですね。エリゴレは勝ちたい。やっぱね、トリトンがね、エリゴレとかね、ああいう大きいね、大型ユニットが流行ると、やっぱトリトンとかね、結構必要になりますね。しかもね、エリゴレね、タッチが悪いのがね、あの、割れた後の方が強いっていうね。そう、本体自体は、最初の1体目はね、そんなに体力高くないんですよ。そう。だからすぐ割れるんですけど、その割れた後が強いっていうね、すぐ割れるくせに割れた後が強いっていうね、めちゃくちゃタッチ悪いんですよね。そう、だから、トリトンとかで引っ張ろうとしても、たまにね、分解しちゃうんですよ。そう、2体とかに分かれちゃって、片方しか引っ張れないとかになって、お、ヤサーファーだ。ヤサーファーは、ウエストのね、プロですね。よろしく。めちゃくちゃ有名です。この人は、クロスでグロ大会1位を3回取ってます。そう、3回やばくない、世界で最初にか、今は結構いるかもしれないですけど、最初にエアサーファーがグロ大会で暴れて、グロ大会で有名になったプレイヤーですね。この人はグロ大会で有名になるって結構珍しいんですけどね。あー、ジャイがね、まあケツトリトンしちゃおうかな。この人はキャスケとかは使わないと思うんで、確かね、ロイジェイだった気がするんですよね。ロイジェイか、デッキ変えてたら変わってるかなって感じで、はい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 、オッケーオッケーオッケー、ウッドですね、多分ロイジェイじゃないかなって思うけど、どうなんでしょうか。オッケー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 。これね、ユニットいないんでね、メガゴしかいないんで、これディガーちゃっちゃ飛ばしていきます。これスケも切ったんで、オッケー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 。これワンパンじゃないかな多分。オッケーオッケー、よし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 、めちゃくちゃいいよ、めちゃくちゃ刺さる。オッケーオッケーオッケー、いいですね。結構ね、攻め時を把握できましたね。でこれ相手が、なんだっけな、ロイがある。ロイがあるので、で、相手はベビドラを切ったばっかなんでね、ダクネジャイがうざいんですよ。なんで、ケツダクネして、
ジャイ橋前組んでディガー飛ばしたら多分折れるんだ。相手がねそれを許容しながら守って、多分ですけどね、それを許容しながら守ってカウンターしてくると思うんですよね。よいしょ。なのでこのねスケだけで守られるのがね一番つまんないんで。うわー、それはうまい。これはポイズン打っちゃおうかな。よいしょ。楽ね。ちょっとメガがめんどいんだ。はいはいはい。うわー、怖い。危ねー、危なかった。俺トリトンで引っ張られると思ってこの守り方したんですけど、危なかったな今の。よいしょ。 OKOKOK。 これで攻められてる方にね、ジャイを組んじゃえば相手はねめちゃくちゃめんどくさいと思うんで、出したい出したいのに出せないみたいな。 OKOK。 でライトはあと1枚かな。これで回ってるのかな、ライトが。なんでこれで処理していきます。オッケーオッケー。よし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 、完勝完勝。いいですね、グッドゲーム。結構いい感じに立ち回りましたね。うん、やっぱ序盤その相手がね呪文がウッドだからダクネの後のコウモリが刺さるっていう把握して、一気にね端前足しすぎるとやっぱ防衛ライトニング打たれるんで、ああやってユニットを離してちょっとずつちょっとずつね、ダクネとネクロを離して展開してくっつく頃にはね相手がもうユニットを出さないといけなくなっていて、6襟たまらないようにね、メガゴとかスケとかいっぱい出して6襟たまらなくなるんでね、ああいうユニットの出し方ができるとね結構、プロいんじゃないかなと思います。さてさて、ラストいきますよ。勝っても負けてもラスト、ラストゲーミング、ラストゲーミングで、ラストゲーミングいきます。いやー最近ねいいんすよ、聞いてください。生マルチね俺全然勝ち越せなかったんですけど、動画内でね、そうで動画終わってからトラあげるっていうのね、もうテンプレにしてたんですけど、もうね、あ、また動画で負けちまったって。お、リトルチェーン、この人はね、中国のプロですね。やば、これサムネにできるわ。リトルチェーン、エアサーファー、イガー、サムネにできますね、これ。中国のプロ。よっしゃー、サムネにできる。きたー。また俺のサムネどうしよう問題が一つ解消された。もう毎回ね、似たようなサムネばっかになるからね。でこれ相手がね待つってことは大型かスパーキーなんですけど、今のジャイ、俺のジャイが大型とかスパーキーにトリトンさえあれば強いんでね、決定していきます。ジャイトリトンを組めばスパーキーにも勝てるし、スパーキーっぽいって持ってきてね勝てるんでね。でこういうのには逆にトリトン出してこれザップだけ、これでポイズン温存ですね。ポイズン温存でダクネをつけていく。でこっちにはウッドですね。よいしょ。でこのダクネのスケでちょん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 ってやって、オッケー、雪玉来た。これは熱い、これは熱いよ、これは熱い。オッケーオッケーオッケー、いやー負け。オッケーオッケーオッケー、来た来た、これは熱い。うわーくそ、まあ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 いいでしょういいでしょう。で相手のデッキはコウモリネクロってことはボムタワーですね、多分ボムタワー。これでザップ打たなくて、これザップ打たなかったらディガーが来るかな。はいはいはい。オッケー。で多分ポイズンがないんでこれ。よいしょ。いやめっちゃ削るやん。めっちゃ削るやんそれ。なんで次にね、ザップは温存したいんで血剤してからちょっと話し気味にネクロを出して、これザップ打てばよかったかな。オッケー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 、来た来た来た。左側。そうだ、バルキリーがね、うわバルーンかいお前、バルーンかい。よいしょ。まあ、これザップとか打ってくると思うんですけどね、言ってしまったら。まあまあまあ全然全然。よいしょ。これは折れると思うんで、相手も多分無視してきますねこれ。なんでこっからですね、こっからキツネクで、よいしょ、これ当たるんで処理していきます。ウォールブレイカーうわやばくないそれ。なるほどね。うわやべえ、それはやべえ。26秒でしょ、でもあと。やべえ。あぶねえ、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 あぶねえ。よし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 。こけーという感じでね、危なかった、マジで。
めっちゃいい判断できたな。でもディガー飛ばすのキングでよかったな。バルーンが来るのはうすうす分かっていたから。いやー、危ない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 、危なかった。お、結構いいんじゃないですか。21位って感じで、結構いい感じね、トール上がってますね。やばい、プロラッシュだ、プロラッシュ、やばいよ。ハビスって人もね、本当はね、めちゃくちゃロイジャイオーブンがめちゃくちゃ有名なプレイヤーなんですよ。もう一番ね、もうロイジャイオーブンで有名なプレイヤー誰ですかっつったらね、もうほぼの人が5人いたらもう 4.5 人ぐらいがハビスっていうね、そんくらい有名なんですけど、はい、なんですけど、この人はね、オーブンが置くのとかうまいから、多分強いエリゴレのオーブン型を使ってるんですね。そうなんです。オーブン型を使ってる人は少ないんですけど、ね、このハビスっていう人は、ね、多分オーブンが強いんだよって感じで。いやー、めっちゃ勝ったわー、気持ちいいわー。ってことでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、いや今日ちょっと遅くなっちゃったんですけど、19時ぐらいに上がるかなって個人的予想、俺のいつも動画終わる恒例のね、個人的予想ね、19時ぐらいかなっていう感じでね、終わっています。もう今日ね、日本にね、昨日帰ってきて、もう今日ね、この後、翼とかね、あの天狗とかとね、ドライブ行こうみたいな話をしてたんで、ね、めっちゃ楽しみですね。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、もしよければね、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで今日は終わります。バイバーイ。